ヘルバをお探しか。はい。ヘルバから多少は聞いてはおる。黄昏の碑文な。ざっくり言って、それ自体は精霊の時代がいかにして終わりを告げたかを語るものだが。終わりの物語？さよう。しかし、テキストも散逸しておる上に、これがえらく難解でな。まあ、一筋縄ではいかん。さっきから気になってたんだけど、ここの人たちって、他では見かけない姿ばっかりだけど？ここは元来失敗作と呼ばれる NPC の集うデータの吹き溜まりだった。それを面白がりキャラデータをいじくり回して失敗作をロールする PC も集まるようになってな。今となってはその境界も曖昧で、自分が PC なのかNPC なのかも分からなくなってるやつもある。もしかするとすでに肉体はなくキャラデータだけが動き回っているやつさえおるかもしれん。そう、ハロルドのようにな。ハロルド？どうしてもモルガナと話し合う必要がある。彼女のところに行くには生身の体が邪魔になる。だとしても行かなくても、私たちのアウラのために。エマ、私にあと少しの勇気。ヘルバ。この世界の創造者、ハロルド・ヒューイックの言葉よ。で、私に何か用？